お水飲んでも苦しい。あ、髪型アンケートしなかった。上がり。あれ、俺も入ってる。そうです。あの、例えば本当に土日とか休むんですけど、私土日の会社に来られてる人は、あの、こう出しっぱなしたりとか、私があのどんなに洗い物をして帰ってもよかったとか、シンクにあったりとか、そうなんですよ。なんかフローリングも。あ、美味しい。すごいんですよ。美味しいパスタ。そうです、そうです。その今、あれが3人が思っていますね。あ、もうそうです、そうです。はあ。まあ、そうですね。そうですね。でも正直やめられない。私が辞めて終わるんだ、辞めていいんだったら辞めますけど、辞めないと私の気持ちだけじゃないですか。だからなんかもう思ってるんですよね、うん、おいしい。そうなんですよ、おいしいパスタ。そうですね、でもせめて自分のところぐらいは自分で掃除してほしいなと。あ、そうですそうそうですよ。すごいですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。あのペットボトルとか机の上に並んでるんですよ。苦しい、なんか心臓が振りかけのもありますし、もうなどのもあります。苦しい心臓が。そうなんですよ。それをお家でやるのはいいんですけどね、会社でやるのはどうなんだって思ってるんですけど。おいしい。ねえ。そうですね。ねえ。やりました。じゃあ、プーさんにもあげるから。はい。辛いんじゃないとあれ。あ、楽しくなった。みんなやっぱり山本さんが掃除してくれるから、一応もしても嫌みたいな感じなんですよ。
限界とかも何を出たりとかするじゃないですか。Thank you.
19歳なんで頑張ります。ありがとうございました。いや、11です。